はい、本日はリライズショートストーリーで横山和弘さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最初に自己紹介をお願いします。はい、横山和弘と申します。去年の3月までは東京の大田区で活動していたんですが、今は長野県の小諸市というところに引っ越しまして、で、そちらでですね、主にヒーリングやボイジャータロットといったものの講座開催したり、それを使ったヒーリングやコンサルティング、カウンセリング等々実施したり、まあ、あと、まあ、それをやっぱり実施できる方々を増やしていきたいなと思って、講座や勉強会やったり。で、あとですね、そういったやりたいこととか自由に行きたいものを見つけた方が起業するっていうお手伝いですね、のはい。ことをしたり、まあ、いろんなことやってるので、なんか一つの肩書きになかなか絞りきれないですけれど、ということをやってる人間で、4児、みんな娘なんですけど、娘が4人おりまして、上が大学生から下は3歳児までっていうんですね。で、奥さんと子供たちと、まあ、長野の自然の中で楽しく暮らしている人間です。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。二つ目の質問は、まあ、今現在の夢、ビジョンについてお聞かせいただけますか？ちょっととっちらかっちゃうかもしれないんですけど、まあ、先ほど言ったようにヒーリングとかですね、ヒーリング、主に僕は UE と呼ばれているアルティメットエナジティクスという手法ですね、を使ったエネルギーワークっていうのを最初に、やり始めまして、仕事としては。で、まあ、これを使ったヒーリング、心と体のヒーリングと、まあ、オーダーですね、自分の願望をオーダーして現実化していくっていう、はそういう手法なんですけれど、まあ、全部自分が作っているんだって、この人生において起こることってのは全部自分が実は設定してオーダーした通りに作られているんだよっていう、そういう考えのもとにですね、い。はい。まあ、自分中心、自分軸という生き方をみんなができるようになると。で、本当に自分が望んでいる幸せな、自分にとっての幸せだよね、世間的な尺度の幸せじゃなくて、自分にとっての幸せな人生を自由自在にみんなが想像できるっていう、そういうのが僕の場合はできていると。はい。僕はこのヒーリングとかボイジャータロットっていうものに出会ってできるようになったので、はい。この世界、やっぱこの世界観というかですね、本当にみんなで自由に幸せに生きられるんだよっていうのを広めたいんですよね。で、世の中の人々がそれが当たり前の世界を作りたい。で、ごく一部の成功者みたいな特別な人がそれをやってるっていうのは今の状況だと思うんですけれど、例えば僕は東京の大田区じゃないとこういう仕事ってできないよねって思ったところはそういう状況しか生まれなかったんですが、長野に旅行とかしてみて、ああ、いいな、こういうところで暮らしたいなって思ってたらそれが実現しちゃう。で、それで、なんていうか、どん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 、脱サラ、2014年まで僕はサラリーマンやったんですけどね、脱サラも実現して、で、脱サラして経済的に成功するということも実現して、住む場所も理想。結婚も理想みたいな状況が、本当にこんなに自由自在に作れるんだなってことを身をもって体験してきたんですよね。で、これをなんかごく一部の特殊な能力を持っている人ではないんですよ、僕は。本当にただの凡人からスタートしているんで、今も凡人なんですけど、誰でもできるんだよっていうのが、多分今世の中では非常識と言われるような考えだと思うんですね、これね。こんなことできるわけないじゃんって思われてしまうようなことなんだけど、まあ、それが人々を苦しめているし、あらゆる悩みの原因なので、それが本当に当たり前にできるんだなっていう状況、そんな世界を実現するっていうのが夢ですね。本当その誰でもできるようになったら、すごい、なんか、いい社会になりそうだなって思いましまあ、究極的には平和になりますよね。た。奪い合う必要とか、人と争う必要がなくなって、一人一人がもう満たされてるわけですから。人のことを攻撃とか奪うとかっていうなことをやってるのがむしろもったいない。時間がもったいないですよね。ってなるんで、まあ最終的には世界平和につながるような考え方、あり方、みんなが幸せって世界って作れるよって僕は思ってるんですよね。はい。ありがとうございます。では、二つ目に、夢ビジョンを具現化するにあたって、まあ、今後の目標や計画について教えていただけますか？はい、具体的な活動としては、
あ、そうですね。目標って言うと、すみません。今後の目標ってどれぐらいのスパン、最終的なゴールですか、それとも。3年以内ぐらい。3年以内か。そうするとですね、具体的な話になってくると思うんですけど、僕の、脱サラする前からですね、サラリーマン時代からやっていたのが、まずはヒーリング自分が実践して、とか、ボイジャータロットとかを使って、で、自分のメンタルブロックっていうね、こういうふうに生きることしかできないんだみたいな、そういう思い込みとか、そんな夢があってもそんなの叶うわけない。そういったいろんな思い込み、制限、制約っていうのを、ヒーリング、クリアリングっていう手法を使って、癒して手放していくっていう方法を最初は学んでいたんですが、で、これ素晴らしいなって思って、その講座を始めたところですね、みんなどんどん講座に参加した人が自由になっていって、で、そうするとそのうちその傷が癒されて苦しいって状況を抜け出したら、今度は自分の幸せっていう方に向かい始めるんですよね。で、そこで今までの生き方っていうのは全然自分の幸せじゃなかったなってことに気づいた方が、脱サラしたり起業したり、もしくはその起業しておられる方でも、ビジネスの方向性が変わったり、本当の自分、魂が望む方向にシフトしていくんで、なので、そういったまずそのやっぱり癒しが必要な方々が多い。で、これは事業として、っていうかそういった講座の開催とかですね、習った方が、さらにそれを使いこなせるようにっていうサポートは続けていく。今これがメインの仕事なんですが、最近立ち上がりつつあるのが、で、その先が見えた方々の、自由に生きていくための起業支援ですね。やりたいことが見つかった。で、ブロックも外れてから起業できちゃう。だけど、そのリアルに、様々なツールとかです。それこそインターネット的な仕組みとかを使いこなすってことに関しては苦手な方もいらっしゃるんで、そういった方々が誰でも自由に、簡単にですね、起業して幸せになれるっていう、そこのサポートっていうのを今始めていて、これが僕の場合はつくつくっていう EC サイトがあるんですけど、まず自分が使ってみてですね、本当に企業において、個人の企業において必要なものが全部揃ってるなって、自分でまず納得できたんで、それを今、賛同される方々に向けてですね、広めたり、使い方をご支援したりっていう、EC 企業出店コンサルみたいなことをやっております。で、これが当面の2本柱ですね。で、ちょっと今ね、それはもう立ち上がってる仕事なんですけど、最近取り組み始めたのは農業と教育で、これは3年後に立ち上がってるといいなと思ってる、まだ夢の段階なんですけど。で、農業に関しては、日本の食に関してですね、もっともっと、健康的で、本当に安全で安心で、しかも栄養価が高いものっていうのを、自分たちでも作っていきたいなと。で、そこにやっぱり関わりたいなと思って、まずは本当に小規模なんですけど、自分の庭の家庭菜園作ってですね、実験的に自然栽培っていうのを始めてるんですが、これは仲間を集めていって、広めていって、農地も広げて、で、こういった栽培とかを、栽培、農業、生産です。やっていて、つくつくの EC 市場では何でも売れるんですけど、講座みたいな、無形のウェブチケットみたいなものも売れますし、イベントとかね。こういった、農産物みたいなものも売れるんですよね。ものも売れるんで、そこで、こういうのを作る仲間とつながっていって、自分たちも作るし、日本の農家さんです。いいものを作ってる方々を応援していく。で、つながっていってネットワークを広げていくって活動もしたりも。これが、まだ夢の段階の活動です。あと、教育ですね。僕が夢に描いてることの一つ、みんなが自由に生きていく世界って言ってましたけど、その現実創造ですね。自分の本当の幸せをまず自分が理解している必要がありますよね。自分にとっての幸せって何なんだろう。で、今の教育とかしつけとか常識では、こういうふうに生きるべきっていうのはとても強く、枠にはめ込むっていうね、画一的な教育っていうふうになってると僕は思っていて、だけど人間人それぞれ違うんで、こういうふうに、答えありきとか、先生の望む答えをとか、正解にたどり着くことだけが求められるような教育だと、今の日本の人々っていうのは自分の頭で考えるってことが子供の頃からあんまり重視されない教育をされてきてると僕は思っていて。
そうね、ですなね。ので自分で考える。まあ、フリースクールって考え方もそこなんですけれど、自うん。分で考える。そもそも何を自分は学びたいのかとか、何に取り組みたいのかっていうところから自分で考えるし、で、その中で自分にとっての幸せって何なんだって自分で考えられる人間ですね。を育てていきたい。僕がそもそもそうじゃなかったんで。で、自分の子供たち、まずは自分の子供たちっていう小規模なレベルで、そういったことをやっていきたいなと。で、プラスですね、自分の幸せが分かって、で、それを現実化していくっていう、その能力は本来人間誰でも持っているんですけど、僕がやっているようなヒーリングの講座とかを受けるんじゃなくてですね、もう義務教育レベルでこれがみんなに広まっていたら、さっき言っていたようなみんなが幸せに自由に生きるっていう世界は当たり前に実現できると思うんですよね。で、これが今ごく一部の限られた人しか知らない秘密みたいになっちゃってるんで、まさかオカルトみたいになっちゃってる、ね。引き寄せの法則とかもそうなんですけど、本来学べば誰でも実践できることなんですよ。で、これをもう教育レベルでやっていきたいなというのが本当に僕の夢ですね。で、そのためには環境、そもそも子供たちの周りの大人が自由に生きてないわけです。で、あなたは好きに生きなさいって親が言ってくれたとしても、その親が好きに生きてないわけですよ。で、親が嫌な仕事をしてるわけですよね。お金のために。大多数の家庭では。で、その親の姿を見て、自由に生きていいって子供思えないですよね。確かに、思い出す。うん。で、なので、まず我々がやっぱりその大人がヒーリング学んだり、現実創造学んで、自分で自分の幸せっていうのを実現して、楽しく生きていく。楽しく自分のやりたいことやって生きて、しかも豊かに幸せになっているっていう状況をやっぱり我々が実践する必要があるし、背中で見せるっていうね。それが何よりも説得力があるんで。そういうふうに生きていいんだなっていうのをまず我々が作っていきます。で、それをさらには教育っていうレベルで落とし込んで、学ぶ場っていうのを作っていきたいなと。これが夢ですね。すみません、長くなっちゃったんだけど。ありがとうございます。いや、なんか、すごい、そうだなってなんか思うところが多かったですね。やっぱり、まず大人自身が、好きに生きてないっていう、その現状から変えていくっていうのはすごい大事だと思いました。先ほどの話とつながると思いますけど、その目標計画を具現化するにあたって、日々のその活動内容とか、活動におはい。ける指針を教えていただけますか？今、具体的にやってることですよね。そうですね。具体的には、すごく地道な取り組みになるんですけど、その UE というヒーリングの講座を開催したり、あと僕は自分の、自分が何が自分にとっての幸せなのかっていうのに気づくために、ボイジャータロットっていう自分と宇宙と対話するツールっていうのを使ってるんですけど、この2つが結構僕のキーアイテムで、この2つの講座やワークショップ、勉強会、をやったり、さらにそれを広めていくって活動がまずは軸にあって。で、さらにやっぱりさっき言った現実創造の仕組みを使って自由に幸せに生きていくっていう上で、豊かさとかビジネス的な成功っていうのはかなり鍵になると僕は思ってるんですよね。自分のやりたいことで起業して成功できちゃったらそれでも自由になれるんで。で、その仕組みとしてつくつくという EC サイトだったり、起業支援のための、塾じゃないですけどね。コーチングとかコンサルティングとか、そういったコミュニティを作っていくってことを今、立ち上げつつあるという感じですね。で、習った方々が、ヒーリングやボイジャータロットやもしくはつくつく出展みたいなことで、実際に動き出した方々のサポートをするための勉強会やワークショップっていうのを、これから継続的に毎月やっていきたいなと思って立ち上げているところです。ありがとうございます。で、最初におっしゃったその夢、ビジョンですね。それを目指すようになったきっかけに、どんな気づきや発見がありましたか？はい。僕は今49歳なんですけれど、21歳ぐらいから社会に出て、会社員になりまして。で、理系の高校大学って進んで、で、それで理系の会社に入りまして、某ゲーム機を作ってるメーカーだったんですけどね。で、そこに入って、働き始めて、自分がとことんその仕事に向いてないってことにようやく気づいたんですよ。でも、気づいたんだけど、そこを辞めるっていう発想はなかったんですね。で、なので、もう、
サラリーマンとして生きていくしかない。で、一回入っちゃったらエンジニアとしてずっと生きり続けるしかないっていうふうになぜか思い込んでいて。で、しかもそれが向いてないのにそれを続けるしかないってずっと思ったんですよ。で、実はその会社のその僕がいた部門っていうのは、家庭用ゲーム機戦争というのに負けまして、その部門が潰れたんです。で、潰れて、反リストラっていうか、希望退職ですね、になって、その会社辞めたんですけど、その先で僕が取った行動が、今考えると、ちょっと笑ってしまうんですが、また同じような職種を一生懸命探して再就職したわけですね。で、その会社は、いたゲーム機メーカーよりもさらにちょっと僕にとっては居心地が悪いような、より専門性を増したような職種だったので、本当に向いてなかった。仕事として向いてないのに、なんとか受かったと思って入ったわけですね。で、そこに10年間、最初の会社に約8年間、その後の会社に11年間ぐらいで、トータルで約20年間やってるうちに心も体も病みまして、で、本当にもうボロボロになってですね、全く仕事も、生活もままならないような状況まで追い込まれたんですけど、でも会社辞めようとは思わなかったです。で、自分に対しても会社に対しても非常に迷惑な話なんですけれど、会社にとってもね、向いてない人間がしがみついてくるっていうのは非常に、なんていうか厄介というか困ったことですよね。なので会社が悪いわけじゃなくて、単純に向いてない自分がそこに入ってしまったっていうのが単に悪いんですが、何やってたかっていうと、自分の幸せってものを考えたことがなかったんですね。自分はどういう人間で何を望んでいて、どういうふうに生きたいのか。何が自分にとっての幸せなのかっていうのを一切考えることなく大人になってしまったのが私で。で、そのまま流されるがままに、なんとなくで入った会社にしがみつくっていう人生を送っていたので、当時の僕にとって本当に人生とか生きるってことは地獄でしかなかったんですよ。で、もう一生この向いてない仕事で居場所もなくて、でも先細っていくしかない自分の可能性みたいなものにしがみついて生きるしかないって思った時に、本当に人生は絶望しか見えなかったんですが、で、そこでヒーリングにようやく出会いまして。で、そこで自分のメンタルブロックってものと向き合って徹底的にヒーリング、クリアリングってのやっていったら、どんどんそういう思い込みが外れていく。こういうふうに生きるしかないとか、これ以外の生き方なんかないんだみたいなのを勝手に作ってたわけですけど、それが外れていくといくらでも生きようがあるわけですね。で、僕はこういったことを探求していくのは好きなんだなってことにようやく気づいて、ヒーリングの仕組みとかですね。で、人々に、交流しながらヒーリングをさせていただくってことも本当に僕にとっての喜びで、こんな生き方があるのかっていうのを、それ会社に勤めながら副業でやったんですけど、それがもう楽しくて仕方がないことを、人生で初めてですね、やっていて喜びを感じるっていう体験をして、これを仕事にしたいなって思ったら、もう脱サラする以外の道はなかったんで、脱サラすることになったんですけど、ヒーリング学んで1年、2年半ぐらいですね、脱サラしたんですが、それまでの、20年間、人生でいうともう40年間ぐらいですか、そうやって自分で生き方を選べるってことも知らなかったし、で、あとその会社の同僚の方々に、脱サラしますって話をしたら、みんなびっくりしたんですよ。なんていうか、そんな選択肢があるなんて考えもしなかったし、こいつ何言ってるんだって、やっぱみんなに思われたんですよ。で、大多数の人、特に、いわゆる安定してる会社とかね、に、なんていうか、新卒の時からずっとそういう会社にお勤めの方々っていうのは、他の人生って選択肢がそもそもない。だなって、やっぱり改めて思ったんですよね。で、それが本当に水が合っていて、好きな仕事だったら全然いいんですけど、僕みたいな人間、合わないけど、その生き方をするしかないと思い込んじゃってる人もたくさんいるだろうなと。で、実際僕の講座にはそういう方々がたくさん来るんですけど、苦しい。もう自分が何を望んでるのかすらわからない。何が自分の幸せかわかんないんです。何がやりたいかわかんないんですっていう人がいっぱい来るんですよね。で、やっぱりそのかつての自分のような人々がたくさんいるだろうな。だけど、それは本当にただの思い込みに過ぎないんだよ。もう、たまたま親や社会が教えてくれなかったから、自由に生きるということが誰でもできるんだってことを教えてくれなかったから、そういうふうになってるけど、でもこれが自殺大国と言われる日本ですとか、なんていうか自分の意思ではなくって、世間に合わせて生きるっていう生き方で苦しんでる人々が、やっぱりかつての自分ですよね。
が、みたいな人がたくさんいるだろうなと思って。で、そこに自分ができることってあるなって。これが、で、やっぱりこの生き方を多くの人に知ってほしいし、僕、ヒーリング最初に習ったヒーリングをひたすら自分でやっていて、3ヶ月目ぐらいで初めてなんかね、開眼したっていうか、すごいヒーリングの効果が出始めた瞬間があったんです。で、その時の思いが、それまでは自分に使うことしか考えてなかったんですけど、全然これを仕事にしようなんて思わないで習ったんですけど、その効果が出始めてびっくりした時に、こんなすごいものは独り占めしちゃいけないっていうふうに思ったんですよ。で、これがヒーリングを人に副業で始めた動機なんですけど、その衝動だけで始めたんですけど、でもその先にあったのはヒーリングじゃなくて自分の自由な人生を自分で作れるっていう気づきですね。で、この世界観を多くの人、やっぱりこれを独り占めはしたくないなっていう、まあ何よりも自分の子供や大切な人々だけではなくてね、世界中の人々、周りの人々、日本中の人々がそういうふうに生きてる世界って、単純にやっぱ楽しいし幸せですよね。それが見られる世界っていいなって思うんで。僕自身がそれを見たいですし、関わった方々がそんなふうに幸せになってくれたら嬉しいな、みたいな、そんな思いですね。こういう動機だと思います。ありがとうございます。いや、なんか本当に、今までのその人生のストーリーがすごい伝わってくるお話でした。で、最後の質問なんですけど、より自分が変化したことを人に伝えていきたいって思われた、そこにはどんな背景があったんでしょうか？どっちかっていうと、なんていうかね、発見、そのヒーリングの凄さとか、こんな思い込みがまだあったけど、それが外れたらこんな楽になっちゃったとか、本当にこういうふうなオーダーしたら、それが現実化しちゃったんだよって、全部驚きなんですけど、その驚き、その発見の驚きとか、見てみてすごいよって感じです。それをシェアしたいっていう。で、その思いでブログとかを始めたら、多くの人が喜んでくださって、そんな世界があるんだ。で、やっぱりそこで気づいてくださった方が、読んで気づいた方がどんどん変わっていく。メルマガとかブログとかね、あと講座とか、みたいな場でどんどん変わっていくって人々が現れて、あ、これをやっぱりどんどんシェアして広げて交流、循環させていきたいなっていう思いですね。でもやっぱり一番最初の衝動は、動機は、見てみてすごいよって感じなんです。すごいよ、こんなのあるんだよっていう。やっぱりお裾分け、参加してる EC サイトの名前がお裾分けマーケットプレイスっていう名前なんですね、つくつくが。で、それと似てるなって僕はそのつくつくに出会った時も思ったんですけど、お裾分けっていうんじゃないけど、驚きと感動のお裾分け、共有したい感じ。これがなんかほぼ僕の活動のすべてですね。ありがとうございました。では最後にこの動画をご覧になっている方にメッセージをお願いします。はい、なんていうか、風の時代とかって言われますけれど、今僕がやってるような活動とか発信っていうのが、結構多くの人がされるようになってきましたよね。でも、ちょっと前までは非常識って言われたようなことが、多くの人が、当たり前に話すような時代になってきていると思います。なので、誰もが自由に幸せに豊かに健康に楽しく、本当の自分の人生を生きられるっていう時代になっているので、これはもうすでに発信されている方もご覧になっているとは思うんですけどね。そんな素晴らしい世界をみんなで一緒に作っていきたいなと思います。で、なんかもし何かしらのきっかけでつながることがあったらですね、ぜひ一緒にそういう世界を作っていきましょう。はい、ありがとうありございがとうございます。ます。本当に誰もが自由に生きられる社会、本当に作っていきたいなと思うインタビューでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。